皆さんこんにちは。日産サステナビリティセミナー2023ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンセッションをご視聴いただきありがとうございます。司会を務める日産自動車グローバル広報の大原です。本セミナーは基調講演とパネルディスカッションの2部構成でお届けしてまいります。まずはじめに TDC グローバルの創設者でマネージングディレクターのサラリュウ様より基調講演をいただきます。その後有識者の方々をお招きしてよりインクルーシブな社会を目指してリアクティブからプロアクティブへをテーマにパネルディスカッションを行ってまいります。それではサラさんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。本日は私にとってとても大切なテーマについてお話しする機会をいただけて嬉しく思います。まず日産に深く御礼申し上げます。私を呼んでくださってありがとうございます。加えて大切なテーマダイバーシティエクイティインクルージョンの会話の場を作ってくださってありがとうございます。サラ・リュウと申します。 TDC グローバル社の創設者兼マネージングディレクターです。ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンのコンサルです。本社はオーストラリア・シドニーにあるんですけれども、オペレーションはグローバルで多国籍組織に対してサービスを提供しております。特にアジア太平洋地域に力を入れておりまして、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンのお手伝いをしております。18カ所でサービスを提供していて、よく聞かれる質問、クライアント・パートナーにいつも聞かれる質問は、共通点と違いは何かということであります。場所によってカルチャーとかニュアンスは異なるかもしれませんけれども、共通して見られるのはダイバーシティの高まった職場であります。企業はしかも人材のダイバーシティが重要であるということをますます認識しております。我々が住んでいる社会の現実がダイバーシティなんですけれども、ダイバーシティにおいて我々の人材に影響を与える次元が3つあります。まずジェンダー、人口の 50% は女性であります。日本のような国においては未曽有の人手不足が発生しております。伝統的に採用されなさすぎてきたジェンダーをどうやって活用するかということ、この課題を解決しなくてはなりません。次にジェネレーションのダイバーシティであります。史上初めて4世代あるいは国によっては5世代の人たちが同じ職場で一緒に働いています。いろいろな世代の人材をどうやって最適活用するかということは世界中のリーダーが考えなくてはならないことです。そして最後にカルチャルダイバーシティであります。ますますダイバーシティの高まる世界においてダイバーシティグローバル化を進めようとする中で、文化的に多様な人材をどうやって引きつけ定着させ力をつけさせるかということをやっていかなくてはなりません。でもダイバーシティは方程式の1要素でしかありません。我々企業のリーダーの使命は多様な才能が本当に開花繁栄できる環境を作ることであります。ダイバーシティは多様な人々をテーブルにつかせること、インクルージョンはテーブルを囲んでいる人が全員自由に発言できるようにするということ、エクイティは自分の意見を述べその意見を聞いてもらえる機会が全員に公平に与えられているということ、ビロンギング帰属は気兼ねなく本音で話すことができると感じられること、後でどんな影響が出るか心配しなくていいということで、我々リーダーはそういう環境を作っていかなくてはなりません。こういったような要素をちゃんと揃えれば、さまざまな研究や調査結果で立証されている通り企業にとって価値が生み出されます。たくさんの研究や調査が世界中でもすでに行われてきました。その中でもデロイト社が2022年に行った調査がうまくまとめていると思います。DEI の職場を整備している企業はイノベーションの確率が 42% 高まるということです。それは速さもそうですし質も量も高まるということでした。さらに人材のダイバーシティが効いていると、社員が期待以上の仕事や努力をする確率が 46% 高まるということです。つまり与えられた仕事以上のものをそれだけやる気を持ってやってくれるということです。そして感銘的だったのは DEI の効いた人材だと
共同ができるということ、 31% 早く共同できるということ、そしてクライアントの問題人数に反応するペースも 31% 早くなるということです。つまりちゃんとやらなくてはならないのは立証されているけれども、それって紙面上の数字だけでしかないんじゃないって思われるかもしれません。ですので今日は実例を挙げたいと思います。実践すると職場において企業にとって価値を生み出すという実例です。アメリカの BCG ボストンコンサルティンググループは350社のスタートアップを調査しました。投資額に対してどれだけの利益が生み出されているかということを調査しました。1ドル投資したのに対して女性創設者のスタートアップだと利益が78セント、男性創設者のスタートアップだと31セントであるということが分かりました。つまり女性創設者のスタートアップの方が投資利益率が 2.5 倍高いということであります。またジェンダーだけではありません。ジェネレーションのダイバーシティの素晴らしい実例があります。バージンアトランティック航空会社です。イノベーションを通して顧客基盤を拡大して若い乗客を引きつけたいと思ったんです。そこで若い大学院生をイノベーションに巻き込もうと思いました。普通はエンジニア、プロダクトデザイナーに任せているところです。そのイノベーションのプロセスにおきまして、若い大学院生がキャビンにおいて乗客の搭乗時の照明の色を変えたらどうかというアイデアを提案しました。こういった細かいことでお金もかからないイノベーションを2012年に実施したところ、1年後売上が 18% 増えたということです。つまりちゃんとやることの便益はあるということは話しました。じゃあちゃんとやらないとどんなコストが発生するか、社員が離れてしまう、エンゲージメントが損なわれる、株主還元が損なわれる、そして大切なのはダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンはあったらいいなではなくて社会に期待されているんです。なくてはならないものになっているんです。それをちゃんとやらないと深刻な問題が発生しかねません。まず最初の実例ですけれども、自動推薦センサーが初めて開発されたときに黒人、有色人種は使えなかった。なぜか皮膚の色が濃いと色素がセンサーに探知できなかったそうです。つまり開発の時に顧客を反映していなかったということで、常にそれを自問自答していかなくてはならないことであります。シドニー大学がある報告書を出しました。自動車メーカーが自動運転車を開発したと、路上試験をやって安全性アメリカの試験で合格したので全世界発売の仮承認が下りたということです。ところが同じ車両をインドに持ってってそこで安全性試験をやってみたら不合格になってしまったということです。想像してみてください。我々の思考において現実社会が反映されないと、それだけ危険なリスクが企業にとって社会にとってもたらされてしまうんです。そして3つ目の事例です。エアバッグが1970年代初めて開発された時に女性と子どもが負傷する確率が事故時において男性よりも 71% 高かった。なぜか安全試験のダミーが全部平均的な男性の体格を反映していたということで、女性や子どもの体格を反映していなかったからなんです。つまり我々はそういった問題を解決しなくてはならない。解決すれば利益が生み出されるだけではなく、社会に対しても貢献できるんです。ダイバーシティっていうのは社会で実現しているのに我々が取り入れてこなかったというだけなんです。分かったよサラ、納得した、 DEI 大切だというのは分かった。ではどうしたらいいの、何をすればいいのと思われるかもしれません。
まず最初に認識しなくてはならないのは、インクルージョンの最大のインフルエンサーはリーダーであるということ、リーダーの発言行動で 70% の変化が生まれるということ、組織の一員と感じられるかどうかに 70% の差が出るということです。そうすると行動のヒント4つあるので、それで締めくくりたいと思います。ナンバーワン、温かく受け入れるということ、問いかけて答えを聞く、仲間に入れるということ、心理的安全性を与えるということ、非難するのではなく失敗を学びの機会と捉える、自分の偏見を認めること、3つ目に価値を認めること、貢献を認め、オープンかつ透明なコミュニケーションと意思決定をするということ、そして最後に、これも大切ですけれども、尊重するということ、多様な視点を歓迎する、違いを評価するということで拒絶しないということです。歓迎されていると思わせる、安心感を与える、価値を認める、尊重する、これこそインクルーシブな職場づくりの鍵であります。そうすれば組織として、チームとして、社会として本当にリアクティブ DEI を超えてプロアクティブ DEI を実践し、アスピレーショナル DEI を実現できるでありましょう。 DEI が実現できる職場を作って育てて維持できたら最高だと思います。もっと知りたい方、当社のホームページにアクセスしてください。今日取り上げた事例の情報がリソースセンターにたくさんあります。改めてご清聴ありがとうございました。一緒にベストプラクティスとダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンを作っていきましょう。サラさん、ありがとうございました。続きまして、パネルディスカッションを実施いたします。早速パネラーの方々をご紹介します。武田薬品工業株式会社、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョングローバルヘッド、ヘイデン・マヤヤス様。 TDC グローバルの創設者でありマネージングディレクターのサラ・リュウ様。日産自動車株式会社、グローバル人事マネジメント、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン担当、ミシェル・バロン。そしてモデレーターには認定 NPO 法人リビット代表理事、薬師美香様が務めます。各業界で DEI を推進しリードしている方々が揃っていますので、視聴者の皆様が新たな気づきや得られるようなパネルディスカッションをお届けできればと考えております。さて、それではモデレーターの薬師様にバトンをお渡ししたいと思います。薬師様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。先ほどご紹介をいただきました認定 NPO 法人リビット代表理事の薬師美香です。この度は日産サステナビリティセミナー2023、このような機会をいただきありがとうございます。早速ではありますが、このパネルディスカッションのテーマ、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン、移らせていただきたいと思います。今回はよりインクルーシブな職場を目指してリアクティブからプロアクティブへと題して、パネリストの方々とお話ししていきたいと思います。各パネリストの皆様にこの後自己紹介をいただくんですが、その前にモデレーターの私から少しだけ自己紹介、簡単にさせていただきます。改めまして、認定 NPO 法人リビット代表理事の薬師美香です。私どもは LGBTQ やダイバーシティを企業様だったり行政、学校で、啓発のための研修をしたりですとか、ないしは取り組みを進めていただくための、コンサルテーションやアドバイジングをかれこれ14年間やっている認定 NPO 法人です。啓発や伴走だけではなくて、 LGBTQ の方々だったりとか、精神発達障害がある当事者の方のキャリア支援をしているというところも一つの特徴で、これまで9000人を超える当事者たちのキャリア支援をしてきています。というところで、LGBT が特にお話しできる分野なのかななんていうふうに思いながら、今日は DEI 全般のことをお話しできることをすごく楽しみにしています。よろしくお願いいたします。ということで、素晴らしい3人のパネリストの皆様にここからご紹介をいただければというふうに思います。ぜひ自己紹介とともに、ダイバーシティ・エクイティ・アンド・インクルージョン、今日訳して DEI というんですけれども、 DEI の各社様の取り組みやなぜそれが大事だと思うかということも少しお話しいただければというふうに思います。
では早速ではありますが、ヘイデンさんからお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。薬師さん、ありがとうございます。日産、今日のイベントをホストしてくださってありがとうございます。お会いできて嬉しいと思います。ヘイデンと申しまして、私は武田薬品工業会社のダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンのグローバルヘッド、東京ベースにしています。 DEI が何で大切、それは患者とかコミュニティ全体です。社員だけではなく大切であります。社内内部におきまして、フルのポテンシャルを達成できるようにするということが、社員にとって、患者にとっても患者さんがフルのポテンシャルを達成できるために DI は重要、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、サラさん、先ほどのプレゼンテーション素晴らしかったですけれども、改めて自己紹介お願いいたします。心強い言葉ありがとうございます。またパネル皆様ご視聴いただいて大変嬉しく思っております。サラリューと申します。 TDC グローバルの創設者兼マネージングディレクターを務めております。私どもは DI のコンサルタント企業となっております。グローバル組織と協力して、彼らが多様性に満ちたインクルーシブな戦略の点の形成をお尋ねしております。で、実際に持続可能なインパクトを DI によって得られるようにしていきたいということで、それとお尋ねしております。今回非常に思い出になるテーマで嬉しく思っております。今ヘイデンさんがおっしゃった通りなんです。もし私どもの労働力がちゃんとコミュニティの多様性を反映することなく、個人に対してのビジネスに対するインパクトも与えることができないということなんです。プレゼンテーションで申し上げましたけれども、社会としても十分なインパクトが実現できないと思っています。したがって一つだけのバリューではありません。これうまくいかなければリスクにつながると、うまくいかないとリスクもあるということをご紹介したいと思っております。リーダーにとっても企業としても、まさに多様です。インクルーシブな労働力の重要性を理解したいと思っております。ダイバーシティの大事さについて改めて触れていただいてすごくありがとうございます。そしてミシェルさん、今日は本当に素敵な会ありがとうございます。ぜひ自己紹介いただければと思います。ありがとうございます。まずパネリストの皆様、この本社にご招待したいと思っております。この横浜に本社がございます。非常に重要な議論ができて嬉しく思っております。 DI について重要な議論ができて非常に嬉しく思っております。なぜこれが重要なのか、すでに皆様冒頭のコメントですでにおっしゃっているわけです。サラさんもこうおっしゃいました。またヘイデンさんもおっしゃいました。お客様のニーズをちゃんと私どもの作業に十分反映しなければなりません。その最善の方法が何かといえば、まさに多様な労働力が必要です。お客様と同じような多様性に満ちた労働力を整備することが重要です。またイノベーションも大変重要です。現在自動車産業は大変大きな変革を遂げているんです。イノベーションこそが成功、未来にとって鍵を担う、そういったものとなっています。ブレイクスルー的なイノベーションのためには、全ての従業員がちゃんとエンゲージすることが重要です。安心して自分たちが継続しているんだということを実感してもらわなければなりません。気兼ねなくちゃんと力を発揮するということが重要です。まさに根本的なテーマであると思います。いかなる会社にとっても成功のために重要です。今だけではありません。その重要性はさらに将来高まることでありましょう。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まさにそのダイバーシティ&インクルージョン、そのイノベーションの意味でも大事だと言っていただきましたし、あとはリスクを軽減する意味でも大事だとかいうふうにおっしゃっていただいて、本当に DI って大事っていうのはよく聞くなっていうふうに思うんですけれども、一方でそれをこう自分ごと化することってなかなか難しいななんていうふうに思うんですね。なので最初にお話を聞きたいなと思うのは、 D&I が自分ごととしてどうやって大事だっていうふうに思ったか、そのストーリーをお話しいただければなというふうに思います。ちょっと私からD&I が自分ごとになったこう瞬間をお話ししていきたいなというふうに思うんですけれども、こう私自身トランスジェンダーで、もともと女の子として生まれて、まあ男性として17歳くらいから生活をしているんですね。で、今はこの認定 NPO 法人がフルタイムの仕事なんですけれども、新卒の時はウェブ広告の代理店に入社をしています。実はこう何社か内定をいただいた中でも、あ、このウェブ広告の代理店に入りたいなって強く思ったのは、人事部長の方がこう内定の後にこうわざわざお電話をいただいて、薬師さんとトランスジェンダーだっておっしゃっていたけど、こういうこと心配じゃないですかって、何か心配だったらいつでも相談していいんだよっていうことを言ってくださったんですね。だ、こういうふうにこう
一人一人を大事にできる組織っていうのは本当にこうトランスジェンダーであるということもそうですが、それ以外の何かこう困ったこととか相談したいことがあっても相談しやすい環境なんだろうなというふうに思って、その会社を選びました。で結局入社してから営業として働いていたんですけれども、そこもセクシャリティはこう一切気にすることなく、本当に一営業としてそこにいて成長して、そのチームの一員となれたということは私のキャリアの初期を大きくこう形成してくださるすごく貴重な経験だったなというふうに思います。だからこうダイバーシティ&インクルージョンというのはテーマとして大事というのもすごくわかるんですが、本当に私にとっての働きやすさにすごいつながったなというのを体感的に思っています。っていうのが私と DEI のお話だったんですけれども、いかがですかね、ミシェルさん、こう DEI がこう自分ごとになった瞬間とかチームにとってすごく大事だなと思った瞬間があったら教えてください。 Yeah, well, I think everybody has experienced、おそらく皆さん何らかの体験したんじゃないでしょうか。アウトサイダーだというような状況を体験したことがあるんじゃないでしょうか。そう思った場合、反応はそれぞれ個人差があると思います。さて、自動車産業というのはどちらかといえば男性中心的な産業となっています。多くの場合において実は私がこう言ってんだったという場面がたくさんありました。いろんな経験があります。例えば月曜日の朝スタッフミーティングが行われている場でも体験したことがあるんです。皆さん例えば週末ゴルフをされたそうなんです。でゴルフの冗談をやっている上司もそうだと、みんないたのに私は呼ばれなかったわけなんですね。なるほど、私いないところであって仲間意識ネットワークができている、私はアウトサイダーだったと、今後のキャリアに影響があるんじゃないかということを心配したものです。またそれ以外にも、例えばあるミーティングで提案をする、コメントをする、あるアイデアを発表したことがありました。ところが誰も耳を傾けてこなかった。ところが同じ発言を今度は別の人がすると、男性が発言するといいアイデアだなと褒められる、そういったことがありました。そういった場面で私はどう思ったか、その時個人的な目標に転換したんです。他の人にこういった思いをさせたくないと本当に思ったんです。みんなリーダーたちなんです。 DEI で最も重要なのはこの I、 インクルージョンの部分なんです。日々、これ人事だけの問題ではありません。 DI のオフィサーだけでもありません。これ日々あらゆるミーティングであらゆる交流で実現されている場面なんです。したがってどうやったらそれを認識することができるのか、この人があまり発言しないなと、そしてその人物がそのネットワークの一員でなかったとしても、どうやったらちゃんと能動的にいろんな会話に参加してもらえるのか、それが重要であるわけです。私の個人的な思いもまさにそこにあるわけです。すべての従業員の活用をちゃんと引き出したいと思っております。みんな揃わないと会社の目標を実現できないと思っております。全員が参加することが必要なんです。自分が紹介された場面を常に覚えております。そして常に注視をするということ、そしてあらゆる感はちゃんとやろうと、他のリーダーシップ我々の仕事、こっちは我々の仕事なんだとリマインドしなければなりません。こうまさにこうみんなの声が反映されるためにテーブルにちゃんとみんながつけるように DI って大事だよねって、まさにそうだなっていうふうに思いました。ありがとうございます。そうです、ヘイデンさんいかがですか。最後のコメントからちょっと復元したいと思います。テーブルにいろんな人が集まるというのはいいけれども、それだけで十分ではありません。インクルージョンというと声を出すということだけではないんです。声を出すのは大切ですけれども、誰も聞いてくれてないとは意味ない。だから全部翻訳してそれをアクションに落とし込まなくてはならないというわけではないんですけれども、その聞こえるかどうかと言うかどうかということと違うんです。つまりこれは行動振る舞いの話であります。毎日自分がやることがどういう感情を人に与えるかということ、個人的な逸話ということで、私日本で育ちました。もうずいぶん長く日本で生活しています。覚えています、キャリアが始まった時に、日本で社会人になった時に、自分はゲイであるということに関して当時日本ではあまり受け入れられていなかったんです。本当の自分になれなかった。でもうちの職場はすごく受け入れてくれたんです。私自身をそのまま受け入れてくれた。でも毎回例えばクライアントの夕食会に営業のために行くと、上司がちょっとこっち来てって言って、隠れたところであなたのことに関して興味持つよ、自分の生活とか結婚してるとかっていうふうに質問されるよ。
で私はいいよ、それ分かってるから、そんなこと毎日起きてることだから自分自身について語ること全然構わないよっていうふうに上司に言ったんですけど、でもゲイだってことを隠しといた方がいいんじゃないのって言うんです。もしかしたらお客様はそういうの受け入れられないかもしれない、ちょっとアンカンフタブルになるかもしれない、そういうふうに聞かれた時に結婚してるって聞かれたらノーって言っても次の話題に移っちゃってって言われたんです。ゲイで、男性のパートナーと住んでますって言わないでっていうことです。ちょっとそれ難しいなと思ったんですけれども、これは心理的なプレッシャーだったんです。自分自身になるのは OK じゃないんだっていうことを隠れて言われてるみたいだったんです。それを少しずつ変化しました。でも本当に心理的な安心感をどこでも得られるわけではならない、なってないんです。まだそうすると声を出すということも大事だけれども、聞こえなくてはならない。あとイノベーションのことをおっしゃった、リスクを取っていいというふうに思えないとイノベーションって実現しないんです。毎日私はリスクを取っている、でもそれは仕事にも反映される。もうクレイジーなアイデアを上司に提案していいか、もしかしたら環境にとっていいのかもしれないのに、でもリスク取っていいって言われなきゃ言えないでしょ。本当にそのテーブルにつくだけではなくて、聞かれていないとインクルージョンじゃないよねっていうのはその通りだなというふうに思いますし、社内はもちろんなんですけど、社外との関係性、そしてその先に社会があるときに全部がインクルーシブでないと結局生きづらかったり働きづらかったりするよねっていうところもすごくいいポイントだなって改めて思いました。ありがとうございます。サラさんいかがですか。他のパネリストの方のお話を伺って本当に金銭に触れることができました。あるストーリーを思い起こしています。本当の意味で自分は帰属していないという時間を体験された経験のお話を伺いました。私はタイで生まれ、そして台湾で生まれ、そしてオーストラリアでキャリアを始めたんです。私は常に野心的でした。ぜひぜひ昇進したいと常に考えていたんです。実は7つの異なるリクルートの方々がこう私にこう言ったものです。サラさん、あなただったら期待、そんなに過大な期待はしない方がいいよと。あなたアジア人で若い女性ですよね、しかもオーストラリアに住んでいる人間でしょうと。ですからそんなに昇進しないよと言われたんです。で実際にそういったことを言われたんです。でキャリアを通してずっと同じことを言われました。そうなるとそれを無視すること難しいんですよね。で私は常に若い頃から非常に反骨精神もありました。できないよって言われたりで何とかやってやろうと思ってしまうわけなんです。勝手に言われてもいいと。でも実際に会社をいろいろと移動いたしました。その時に実は成長するチャンスを得ることができました。したがって多様性のある人材は自分が活躍できる職場を見つけるんです。したがってそういった人々の声、そういった優秀な人材の声を聞かないと、そういった人材は他に行ってしまうということなんです。したがってこういったメリットがあるんだと、どうしてせっかくその機会損失を目指してしまうのか。もう一つのエピソードをご紹介したいと思います。やっぱりリーダー、そしてリーダーシップの重要性です。私どもの経験は実は最終的には他の人の行動によって左右されます。自分の行動がいろんな第三者に影響を及ぼすということを考えてほしいんです。我々がまさにその鍵を握っているんです。いろんなエンパワーメントが可能性としてあると思うんです。我々自身は力があるんです。帰属に対して我々は影響力を、まさにその通りだなと思っていて、ダイバーシティの取り組みの重要な一つのものって、その、素晴らしい人材が、そこを選んでくれるっていうのにすごい重要な要素だなというふうに思います。でそれって企業にとってもそうですし、実は地域とか国とかにとってもすごく重要な概念だなというふうに思ったです。でかつそれってこう制度とかが作るっていうよりも一人一人の人が作るよねっていうところも本当にその通りだなと思いながら聞いていました。ありがとうございます。こういうふうにこう一人一人のこうストーリーの中からなんで DI が大事なのかというとこうお話をいただいたんですけれども、少し話題を広げていって、今注目をしているあの DI の領域ですとかをキーワードで少しご紹介をいただければなと思います。一人一人皆様プロフェッショナルの領域が多様なので、ちょっとキーワードセッションというような形で 2,3 くらいのキーワードを選んでいただいて、こういうことを注目しているとか、こういったことを大事に思っているということをお話しいただければというふうに思います。
そうですね。そして実はちょっと時間が巻いているので、いろいろゆっくりお話しいただいてもいいかなと思っています。はい、というところでですね、よろしくお願いいたします。まずはミシェルさんからキーワードいくつかご紹介いただいてもいいですか。まず一つのキーワードはカルチャーとなります。弊社ではカルチャー関連のさまざまな取り組みを行っているんです。でも最終的な目標は何かといえば、ちゃんとした環境を整備するということです。すなわち全員が最も活躍できる、そして最も最大限の力を発揮できる、そういった環境整備をするということが重要です。 DEI を受ければそういった素晴らしいリターンが得られるんです。そして従業員のリテンションにもつながります。帰属意識がなければ多分その人材は他に行ってしまいます。自分が気づいた時で他の場を探し求めて離れてしまうでしょう。で、現在文化カルチャーを変えようとしているんです。でも DEI というのはまさに私どものカルチャーの取り組みの重要な部分を占めています。そこでこういった議論を行っているんです。そして研修も行っています。いろんなツールも提供し、そして意識を変えようとしているんです。例えば今で誤った指導されてしまった場をどうやって是正できるかということも考えています。またカルチャーとしては、こういった言葉言っていいですよ、こういった言葉言っちゃいけないです、こういった言葉言ってください、そういったことではありません。そういったことではないんです。メンタリティをいかに変えるかということなんです。どうやったら考え方を変えることができるのか、それが非常に重要だと思います。みんな協力しなければいけないのです。そうでないとそういった素晴らしい労働環境は整備できません。商品サービスをお客様に提供するということは私どもにとって重要であるわけなんです。そして従業員のエンゲージメントが重要です。株主のために価値を見出すということ、これも重要です。全てカルチャーに関連しております。 DEI はまさに文化のカルチャーの重要な部分であると思っております。全ての従業員、全てリーダーにこういった考え方を持ってほしいと思います。まさにこうカルチャーが大事で、それがイノベーションとかステークホルダーにもつながるとおっしゃってたんですけど、いかがですか。ここを聞いていただいて、そうだよねとか、もしコメントがあったらお願いします。本当におっしゃる通りだと思います。で、付け加えたい点があります。そもそもカルチャーはどうやって形成されたのか、それ行動によって見出されるのがカルチャーであると思います。意図ではなく行動を見るべきなんです。多くのリーダーはこう言います。 DEI 大事ですよねと発言をするんです。信念は重要ではありません。行動がどうなのか、バロンさんがおっしゃった通り、どうやったらカルチャーを形成するか、結局鍵を握っているのは行動なんです。ぜひ皆様にお願いしたいと思っております。ぜひ意図だけではなく、実際に一貫性のある行動を考えてほしいんです。意図的にいろんな人々を重要するということ、それが重要なんです。その行動が必要なんです。どうしても自分と志を共有する同じような人に近寄っていきがちです。そうではなく、意図的にそうではない人をインクルードするということが重要です。よろしいでしょうか。私の方からも付け加えたいと思います。多くの人はこう言うんです。みんな同じ扱いすればいいんだと思いがちなんです。みんな同じ扱いしてやれと、それさえやれば大丈夫だと、 DI はこれでカバーできると思うかもしれません。そうじゃないんです。したがって一つの研修だけで出てくることではありません。こうそうではなく、リーダーとしてちゃんと意識をする必要があるんです。ちゃんと状況の把握をするということ、そしてより多くのことを学ぶ必要があるということをちゃんと認識してほしいと思うのです。そして個々の状況もちゃんと把握するということ、そして自分のリーダーシップというものをの行動をちゃんとそれに合わせて変えていく必要があるということなんです。したがって一律の答えはありません。もう大丈夫だと、みんな同じ扱いしているか問題はないよと、そういう人がいるかもしれません。そうではいけません。まだまだその人は成長する必要があると思っています。キーワードは何ってたくさん思いついちゃうんですけれども、もう圧倒されるオーバーウェルドムードもキーワードだと思います。このみんなを同じふうに扱うのは無理。みんな同じような開発コースとか同じようなエクスポージャーが必要でもないし、同じスキルセットでもないし、個別の個人として人を一人一人見るということは圧倒する、時間なくなっちゃうよって思っちゃうわけです。でもリーダーとしてはそれが鍵なんだっていうことになるんだと思います。より良い業績を出すために圧倒されるのが鍵なんだと思います。でも本当に使いたいキーワードとしてはビロンギングを挙げたい。なぜならば今この瞬間最も大切な言葉の一つ DEI チームを変えるときに帰属感を提供しなくてはならない。 DEI にするか DI にするかとか、みんな
もうこれでじゃあ DEI っていう部署作ったから終わったなっていうふうに思っちゃうんです。もう一つはビヘイビアですね。ビロンギングとビヘイビアです。サラもさっき言いました、我々個人、我々人がキーです。でもそれの鍵で解除できるかっていうことは振る舞いにかかっているところであります。実際インクルージョンはマークシートで政策やってるからいいってわけじゃなくて、一日の振る舞いをどうするかっていうことと、相手がそれを見てどう思うかっていうことです。価値があるというふうに感じ取られているかということ、声を出すと聞いてもらっていると思うかということ、心理的な安心感であります。意識的に自分が毎日やっている振る舞いを考えてみると、それだけでもフォーカスするところが見えてくると思います。たくさんリサーチがなされておりまして、そういった研究は繰り返し立証しております。インクルーシブなカルチャーと同じビヘイビアがイノベーションをも先導しているんだということです。つまり本当に組織としてイノベーションを目指していて、イノベーションのカルチャーを作りたいのであれば、それは同時にインクルージョンのカルチャーを作ることができる、一石二鳥なんだということです。両立できるということです。最初のキーワード、オーバーウェーミングに戻るけども、そんなに圧倒されるわけでもないということが分かってくるわけです。イノベーションとインクルージョンの鍵が共通しているということで、ヘイテン先生、素晴らしいポイントを指摘されたと思います。圧倒されるということ、本当にそうだと思います。でも意図さえあれば対応することはできます。よくリーダーの方々が伺うんですが、いい戦略を教えてくださいと、行動計画を教えてくださいという要求を受けるんです。でもそうではないんですね。例えばいろんな議論をしている場において、その会話に参加する場合、その新たに参加したをちゃんと発言できるような余裕を与えるということが必要なんです。すいません、よろしいでしょうかということが言えるようにしたいと、どうぞコメント繰り返しおっしゃってくださいという環境整備が必要です。ですから今おっしゃった点、ヘイテンさんのコメント、私も賛成したいと思います。確かに圧倒されることあるかもしれない、でもそうである必要はないと思っております。ありがとうございます。そうですね、まさに本当にビロンギングが大事だというふうにおっしゃっていただいたりとか、そのためにはトップのリーダーシップもすっごく大事なんですけれども、社員の方一人一人のビヘイビアが大事で、インクルージョンを作るのって確かにトップマネジメントのメッセージとか意識も大事、制度もすごく大事なんですけど、一人一人が作り上げていくものだよねということを改めて感じました。でその一人一人が DEI のカルチャーを作っていくためにさまざまな取り組みがありますが、昨今 ERG という Employee Resource Group と言われる ERG というのがすごく注目をされているかなというふうに思います。日本でも取り組みが進めてられていますし、欧米はじめ世界中でも取り組みがされているかなというふうに思います。各社様でもこう ERG の取り組みを進められてたりするかなというふうに思うんですけれども、まさに日産さんでも ERG されているかなと思いますが、少しお話を聞かせていただいてもいいですか。はい、分かりました。まさにこれはカルチャー関連であると思います。まさに DEI もその重要な部分となっています。我々まさにそういった帰属ビロンギングをなんとか醸成したいと考えておりました。多くの方々が入社される、でいろんなワークチームに参加しているところが関係性を満たさないことがあるかもしれません。せっかくそういったチームに参加しても、そこで ERG 従業員リソースグループ、アメリカでビジネスシナジーチームと呼ばれております。アメリカではちょっと違った略称を使っているんですが、内容は同じことなんです。でこの ERG が何かといえば、従業員に対して同じような興味、それと同じような特性、同じような信念を共有しているメンバーを紹介しようとするものなんです。そうすることで心理的に安全な場で議論することができる。でもただ単に議論するだけではありません。そうではなく、それだけではなく、まさにビジネス企業の重要な部分になっていく、そういった取り組みであると思っております。なぜならば、まず一つインクルージョンを強化することができる、すなわち自分たちの部署以外の人間とちゃんとつながることができる。またキャリアデベロップメント、キャリア開発にもつながるんです。いろんなスピーカーや幹部の方々がコーチ、そしてアドバイスをこういった場面ですると、そうなりますと自分のチームを見出したという時間を持つことができるでしょう。で共同することができる、そしてキャリア面でのアドバイスも得ることができます。またアメリカでのチームですが、
彼らもコミュニティに深く関わっています。 NPO と協力したりしているんです。この写真をご覧ください。私が講演をしている場面です。いろんなグループの方々が集まったあるパネルで講演をさせていただきました。若いアフリカ系アメリカ人の若い男性がキャリアのアドバイスをしておりました。例えばレジュメのお手伝いなどもしたんです。実際にさまざまなビジネスネットワークを持っていない方もおられるわけです。で、私ここで BSD の方を対象に議論しているところです。いろんなコネクションを何とかしたい。その地域国に関連して存在しているネットワークがあればこういった ERG のいいチャンスになると思っています。3点目ですけれども、すみません、3点目の前にもう一つ申し上げたいと思います。実はちょっと楽しむことも必要です。この写真ご覧ください。ここで私がタンクに入っております。実際にボールがこの的に当たって私がこの水の中に落ちるという遊びなんですね。いろんな警官部が参加しておりました。ここではまさにそのファンディング資金調達のためのイベントだったんです。そうすることでいろんなリソースに転換できるわけですので、そういった面白いことをやりました。で、3点目のメリットが何かといえば、実は企業にとっても価値をもたらすということなのです。ある女性のグループがありました。商品企画設計のチームが女性グループを立ち上げたんです。そこでいろんな車両のチェックをいたしました。で、やはり女性の視点が必要だというふうにしたんです。お話をしたんです。例えばそのさっき照明の飛行機の照明の事例をさっき誰となったかおっしゃいましたよね。また広告宣伝も実は ERG なども今やっているところです。宣伝キャンペーン ERG の方で取り組みをやっている、そういったことがあります。したがってこれは企業にとっても十分価値をもたらすものだと思っています。これは言うなれば本当に事業運営の一環であると思っております。で、リーダーの支援が必要なんですね。こういった取り組みをやろうと思うならば、やはりこういったエンゲージメントをマネジメントが必要する必要があります。日本でも行いました。実は仕事している両親、そして女性のグループも立ち上げました。で、ぜひ経営幹部としてのスポンサーシップをしていきたい。そうすることで目に見える形でよりしっかりと会社に対して貢献することができるようになると思っております。また帰属意識にもつながると思っています。素晴らしい取り組みありがとうございます。少し質問させていただきたいなと思うんですけれども、いやこれは、サイドの、取り組みではなくてもう本流の取り組みなんだってことをお話しいただいたんですが、その仕事の時間の中で多くの人がこれに取り組めるようにどのようなこう制度だったりサポートがあるんですかというところと、あとはさまざまなこう ERG テーマがあると思うんですけれども、そこの横のつながりとかインターセクショナリティ性っていうのをこう大事にするためにどういうようなこう交流とかつながりがあるのかと教えていただけますか。ご質問ありがとうございます。ERG 従業員リソースグループ、これはトップのサポートが必要です。したがってトップのメッセージ、そしてトーンが大変重要であると思っています。これはカルチャーとしても重要なんだといったトップのメッセージのトーンが大変重要です。これは大事ですねとトップの方がおっしゃる必要があります。そこで従業員にもぜひ参加してほしいと、そして他の活動をするときにちゃんとサポートしましょうというトップの発言が必要です。多くの行動は実は昼食の時間を活用してやっているんですね。で、オープンな参加を募っております。これが重要です。トップのサポートしているというメッセージトーンが重要であるわけです。もちろん自発的なオーガニックなものであると思っています。自然発生的なものなんです。従業員自体がやっていると人事誘導ではありません。もちろん人事お手伝いするかもしれない。しかしながらどちらかといえば自然発生的なものなんです。そして経営幹部のチャンピオンが必要です。こういったリソースが必要ですか、どういった支援が必要ですか、そういったそのリーダーのサポートが必要です。それが成功にとって重要であると思っています。おかげさまで23では非常にうまくいっております。さっきの写真でご紹介した通りです。従業員にとっても素晴らしいリソースであります。会社にとっても素晴らしいリソースであると思います。役員の方のサポートがあってこう興味関心がある人たちが参加しやすいというようなこうチーム作りをしているというところがすごいなと思いますし、その時間選びとかも誰でも参加できるようなところっていうのを選ばれてるんだなというのがよく分かりました。ありがとうございます。もう一個質問していいですか。はい、この ERG の取り組みを始めて会社の中の変化とかですごく嬉しかったものとか、ああこういうことを実現したかったんだと思うようなそのなんかエピソードみたいなのってあったりしますか。そうですね、
実際に行動についての宣伝がちゃんとできた後、結局帰属意識が高まるんです。ビロンギングの観念が高まるということなんです。日々の仕事についてちゃんと理解してもらったんだと、ファミリーなんだと、まさに B ですね。ビロンギング、帰属意識がここで高まるわけなんです。日々の業務活動でもちゃんと受け入れられたということで、本当に帰属意識が高まります。参加したいんだという意欲が高まることでありましょう。まさにそういった違いが出てきたと思います。そういった変化が感じられます。特に大きなデメリットもなかったと思っています。米州でも15年前のことなんですけれども、こういったことでやりました。今や10や12のこういった取り組みが行われているんじゃないでしょうか。一つは例えば、その様々な宗教、異なる宗教を信じる方々が集まった、そういった事例もありました。で、最も人気のある取り組みもあります。アメリカの BST なんですけれども、インド系の方々を対象としたものでした。最も参加者が多い取り組みでした。当時ランチのイベントをやったんです。そしてそれに参加したいという方々が行列をなしておりました。そしてバリウッドの映画を上映していた。で、民族衣装も着た。いろんなカルチャーについて学ぶ素晴らしい楽しいイベントとなりました。本当に数多くのメリットがあると思っています。会社にとっても従業員にとっても社会にとっても大きなメリットがありました。本当にたくさんのベネフィットがあるんだなっていうのを聞きながら、なるほどなと思いました。ヘイデンさん、はい、ぜひ御社の取り組みでもこうやって社員の皆様が作っていくビロンギングの取り組みがたくさんあるのかなと思うんですが、教えていただいてもよろしいでしょうか。一連の取り組みがあるんですけれども、今の ERG エンプロイリソースグループの話からのつながりで、どうやって武田でビロンギング感を拡大しているかというと、もともと ERG はもう好きな人たち、似た者同士が集まる同好会みたいな形で始まったんです。もしかしたら似たような問題に直面している人の意見を聞いたら役に立つんじゃないか的な感覚です。ところが、そういった同好会が我々の会社の壁を越えて、 Zoom の画面を越えて拡大しているんです。我々の従業員リソースグループの接続性が高まっています。特にサービスが不足している患者グループとの付き合いです。患者アクセスに関して、うちの社員でもチームが素晴らしい仕事をしているんですけれども、どうやって命、生活を変えるような薬品とか治療に対するアクセスを拡大するかということ、あるいは誤解とかどうやって解くかということです。いろんな地域社会におきまして、医師が他の村から来たから、外国から来たから、うちの我々の言葉は分かんないからっていう誤解が地域コミュニティにはあるんです。で、そうすると我々の役割があるんです。ファーストネーションコミュニティで先住民の人たちがいる国におきましては、シニアリーダーが6週間ファーストネーションのオーストラリアの先住民のコミュニティにおいて、どうやって武田との橋掛けをするか、そういったような誤解をどうやって解くかということを考えております。そして、そういったようなコミュニティにとって何がベストかという環境づくりをしているんです。ですので、そういうチャンスはすでにあって、我々の ERG リソースグループはすでに立ち上げられているので、それプラスビロンギングのセンスをどうやって醸成するかということ、そして我々が貢献しているコミュニティとどうやってつながるかということです。こういうストーリーを聞いた人たちは本当により強い帰属感を感じると思うんです。自分がインパクトを果たすことができたなっていうふうに実感できると思います。それも帰属感につながるんです。自分の価値が上がったという実感を得られる一環としては、自分のやっている仕事が貢献できたという実感を得ることです。そうですね、ヘイデンさん、そしてミチェルさんが事例をご紹介されました。まさに ERG の素晴らしい特性を表す事例であったと思います。私もよくクライアントから聞かれるんですが、どういった戦略があるでしょうか、どういったアドバイスがありますかということをよくお客様から聞かれます。 ERG のインパクトについていろんな問い合わせをいただいております。で、その時非常に重要だと思うのが何点かあります。
まず一つ、なぜ来るかではなく、なぜとどまるかということが重要なんです。要するにアフィニティ、そしてアイデンティティ、そしてパッション、それが重要なんです。それが得たいからこそ入社してくれるんです。それならば、具体的に彼がやっていることのインパクトは何なのかということを示す必要があると思っております。従業員グループにもちろんその成果を得ることは必要であると思っております。でも対外的なコミュニティに対するインパクトも大変重要だと思うんですね。まさに ERG の素晴らしさはそこに、素晴らしさはそこにあると思うんです。要するにインパクトに転換することができる、そして内部から社会に対してどんどん転換できるということ、それがそのメリットであると思っています。ではどういった落とし穴があるのかということも伺いたいと思います。例えば会社があまりにも ERG 従業員リソースグループに頼りすぎた場合、問題であると思うんですね。例えば、あ、いい ERG があるねと、これで作るだけでいいということではないんです。投資、継続的な投資が必要なんです。またさまざまなスポンサーシップが必要なんです。特に役員のスポンサーシップが重要なんです。 ERG に関しても、またリーダーとしても、どうやったら ERG をサポート、 ERG をサポートすることができるのか、どうやって投資をするのか、どうやって一緒に協力するのか、そういった意識が必要であると思うんですね。いろんな成果があるわけですが、これも ERG に通して実現できる成果ばかりであると思っています。いかがですか。こう今サラさんがお話しいただいたこともありますが、こう皆さんの中で、あ、そうだなと思ったところとか、ただぜひ重ねていただければ嬉しいなと思います。私ちょっと言いたいことがあります。人を残らせるためにはどうしたらいいかということ、それはコーポレートカルチャーにとって大切だと思います。いいこととかベストなことだけではなくて、我々のカルチャーの定義となるのは最悪の部分なんです。ですので、何が人を組織に残らせるかということですけれども、最悪、この組織の最悪の部分って何っていうことを問わなくてはならないんです。悪口どういうのがあるっていうこと、それは対外的にカルチャーの定義になっています。そういうことにフォーカスすれば、その問題に対する解が見えてくると思います。それは私しばしば使う質問でもあるんです。特に私が我々の社員グループと話しているときに、君が我が社に残っているのはなぜって聞くんです。でもそれと同時に、対応しなくてならない課題について無視していいっていうわけじゃなくて、それがむしろカルチャーにとっては一番大切な要素なんですから。おっしゃる通りだと思います。やっぱり常に自ら振り返るということが必要です。自分たちの現状をいかに把握するかということ、より改善する点をいかに探すか、それが重要です。従業員の声を聞いて、そしてその声を集める、そしてちゃんと傾聴するということ、これが成功にとって大きな鍵となります。チェックリストじゃないんです。やった OK というチェックリストではいけないわけなんです。 ERG というのは継続的な取り組みで、常に声を固めることが必要です。チェックボックスだったら簡単なのに、 DEI カルチャーなどマークシートでチェックすれば全部できますよなんて言ったら本当に楽にできるのに、素晴らしいです。そうであったとしたならば、誰か回答を本当に見つけてください。で、万能薬を見つけてくれたら Amazon で売って大儲けしましょう。とにかくミシェルが言ったソリューションはローカルでメイクセンスしなくてはならない。でもそれぞれの個人のニーズを理解することも大切だということで、5万のバリエーションなんて現実には無理です。でも1つ以上、複数には少なくともできるんじゃないかと思います。おっしゃる通りです。また組織の話をいたしましょう。やっぱり正直である勇敢さ、それが必要です。どうしてそもそも会社離れてしまうのか、なぜとどまるのかではなく、なぜ離れてしまうのか、これも重要なんです。実際に組織について学ぶ上で非常に重要なのは、実は答えが怖いような質問することなんです。答えが怖くても質問する必要です。質問するべきなんです。そうすれば学習することができる。リーダーたちもそういったことを知る必要があるんですね。受け取る勇気が必要です。よし、こういった声は分かった、じゃあどうしようか、それを考える必要があります。そこで力強い変革が起きると私は確信しています。その通りだなと思います。で、ヘイデンさんがおっしゃった DEI がチェックリストだったらいいのにっていうのは、本当にDEI の担当者さんからもよく言われることだなと思っていて、ダイバーシティってテーマで分けて考えることができるんですが、インクルージョンやエクイティっていうのはテーマで考えることができないじゃないですか。って言った時に、どこから何をしていけばいいのか、この3年でみたいなところのスキームの作り方がすごい難しいっていうことですとか、あとインパクトを測るのも実は複合的
だから難しいじゃないですか。だからこそどれくらい力をかけたら、お金をかけたら、取り組みをしたらどれくらいのインパクトが返ってくるのか分かりづらいなっていうふうに言われたりするんですが、こういった問いに対してこうどう思われますか。私だったならば、まず価値で始めましょう、バリューで始めましょう。多くの組織にとりまして DEI の会話は本当に圧倒されてしまいます。どこから始めていいか全くわからないと。だからキーワードをビロンギングって言った一つの理由ですけれども、そうすると一つの示唆になるんです。もしかしたらそこやりやすいかもしれない、ビヘイビアでやるということ。それがバリューとつながっています。すべての組織にバリューがあります。2人の社員であろうと2000人社員であろうと、みんな組織にはバリューがあるわけです。企業を2つに分けることができる。バリューが壁にかかっている、オフィスの壁に書かれている。もう一つは振る舞いを通してバリューが浮き出ている組織であります。つまり体操の人たちこっちに入りたいんじゃないでしょうか。つまりバリューは毎日実現しているというような組織です。ですから簡単なソリューションに戻ると、もう一つの流れとか側面とか次元とかテーマごとにDEI を見るのではなくて、振る舞いから始めたらどうということです。それはこういった会話をやってもあんまり人に怖がれないと思います。非常に世界における課題は複雑だから、みんなそういった複雑な会話をするのにまだ備えがないって思うんです。でもみんなが入れる会話っていうのがあって、それは会社の価値、それは自分の振る舞いを通してどうやって価値を表出するかっていうことであります。それが可視化する方法だから。ですからビヘイビアで始めるということ、ビヘイビアはバリューとつながってます。その通りだなと思っていて、やっぱりその会社のバリューの中で DEI っていうのが根幹になければ、やっぱり DEI って外付けできないなと思うんです。外から引っ張ってきて DEI 大事だよねって言っても、なんでってなってしまうときに、本当にその企業のバリューの根幹なのかっていうのがすごい大事っていうのは本当にその通りだなっていうのと、ビヘイビアがそれを体現するっていうのもその通りなんですけど、これぜひサラさんにも聞きたいんですが、ビヘイビアを変えるのが実は一番難しい。つまりはそのカルチャーだったり人への浸透っていうのはすごい難しいじゃないですか。ここはどういうふうにこう捉えて取り組んでいくのがいいですかね。そうですね、何か魔法の薬があれば、本当薬があればいかにいいかと思いますが、まず一つは意識、意図の問題があります。自発的にも偶発的にもスーパーインクルーシブなリーダーになるわけではありません。したがってまず意図、意識、それが重要です。お互いの責任感を抱くということ、これも必要であります。みんなポテンシャルがあります。ただ人事部の問題ではありません。得てして我々はこのように思っています。人事、そして DEI は実はこの2つが DEI の全ての責任になってはいけないということです。もちろんサポートをしてくれる、そしてリーダーたちを指導してくれる。しかし DEI は全て皆あまねく共有する必要があると思っております。したがって意識を持つということ、それが重要ですよね。したがってちゃんと責任の所在が重要です。リーダーシップのアカウンタビリティ、責任の所在ということ、これが重要です。なぜならば評価できなければダメなんですが、評価できること、評価できるならば実行につながることができます。評価しなければ結局忘れられてしまうと。したがって申し上げたいのは、まずちゃんと評価をしましょうということです。そしてちゃんと責任の所在、特にリーダーの責任の所在を明確にする必要があると思っております。そして目に見える行動を取るということ、これも大変重要だと思います。そしてそれを継続する、行動変化の継続につながると思います。ちょっと付け加えると、評価方法ですけれども、ビジネス世界におきましては KPI を重視します。でもしばしばある人との人生にどうやって関わったかっていうことが大切なんです。それこそ重要な KPI にしなくてはならない。ミシェルがさっき ERG の話をしました。日産の ERG、 うちの会社も同じような事例があるんです。一人の社員が勇気を持っていたから自分の問題について共有しようとした。ちょっと具体的な話をしましょう。非常に難しいある国があります。 LGBT が全然受け入れられていないある国があります。
そこで、パートナーにとって同じような福利厚生を提供してほしいというふうに社員が言ってきました。特定の国におきましては同じ保険を提供できない制度なのかもしれないけれども、だからといって方法がないわけではない。そこで社員と一緒になればソリューションを探せるわけですけれども、重要だったのはその社員が勇気を持ってそういうことを提案してきたということなんです。つまりカルチャーにおいてこんなの絶対この国ではできないなって思って言わなければ、それは組織として失敗してるっていうこと、それが KPI として重要であって、社員と患者の生活にどうやってインパクトを及ぼしているかということです。まさにリーダーシップのトーンについてサラさんがおっしゃいました。これ大変重要です。価値も重要ですが、結局水面下にあるかもしれない、実感しないかもしれない。しかしながら行動はちゃんと目に見えるわけです。じゃなくてリーダーシップの発言のトーン、そしてロールモデルがいるかどうか、これ本当にいろんなプレッシャーがかかる状況だと思います。常にベストのリーダーであるということではありません。ベストの道路に常にあるということではありません。どうやって反応するのか、この状況から何を学ぶのか、それが重要なんです。ちゃんと議論する必要があります。実は繰り返しできなかった責任の所在がない、それが問題ではあります。ちゃんと責任の所在を明確にする必要があると思っております。でもその場合は難しくても会話する必要があります。そこからスタートするんです。また勇敢な方がこういった福利で交渉、福利手当をお願いしたいということをおっしゃいましたね。やはり勇敢、みんな勇気を持ってお互いにサポートする必要があります。非常に複雑なテーマなんです。一つのトレーニングで研修で終えることはできません。継続的に学習するということがこのテーマに関しては必要です。よりベターな方法を目指さなければなりません。我々専門家として今日パネルに参加しているかもしれません。しかし日々いろんなことが起きているんです。日々よりベターなことができたよねと、違った方法があったよねと思うことがありますよね。その日々の経験、これが本当に重要なポイントであると思っております。そうすることで改善を果たすことができます。本当におっしゃる通りだと思います。もう一つ重要な点があります。失敗をしてもいいんだということを分からせなければなりません。ミスをする余地を与える必要です。自分のミス、そして他のミス、これによって安全な勇気なスペースを持ってその失敗を受け入れるということが必要なんです。行動を変えるためには勇気が必要なんです。勇気がないと行動は変化できません。ですから失敗してもうまくいかなくても大丈夫なんだということをちゃんと示しなければなりません。それぞれ偏見があります。でも同じ歩みを目指しているわけなんです。おっしゃる通りですよね。まさにリーダーシップの問題です。うまくいかなかったね、どうなんかいいアイデアないということを、そういった議論が必要です。簡単な議論なんです。簡単な会話で済むんです。でも勇気を持ってそういったような会話をする必要がありません。今日自分は失敗したねということを認めるということが必要です。しばしば私にとっての課題は、どう違うやり方があったんじゃないっていうことではなくって、どうやって答えたらいいっていうことが分からないとき、私も体験しました。時々グローバルリーダーにおいて世界中のビジネススクールを見回しても、今のリーダー、将来のリーダーで DIE 深掘りして教えるところはありません。でも株主として、社員として、ステークホルダーとして、リーダーって答えが持っているはずって思ってしまうわけです。ですからリーダーに圧力をかけて回答をもたらすようにするということ、そうするとその場で何か作んなくてはならない、あるいは科目に進ますと、みんな同じ人がすればいいということになっちゃいますよね。トラブル避けたいから発言しないんだということで困るわけです。そうなんです。だからもうちょっと理解をしてもらわなくてはならない、リーダーたちに。常にそういうリーダーだったらいいね、もしかしたらもっといい方法があったのかもしれないね、アドバイスちょうだいっていうリーダーだったらいいんだけれども、そこまで一貫性のある形でリーダーが関与してきてアドバイスを求めるっていうことにはなっていません。我々の役割においてはコーチングが一番インパクトが多いんじゃないかと思います。つまり小さいダイバーシティチームで全ての事業部門において全部徹底的にできるわけじゃないからです。また意識も必要です。コーチも自分の従業員かもしれない、コーチイコール従業員かもしれない。勇気を持ってもっと理解したい、あなたと会話させてくださいと
どのテーマであれ、その従業員が自分を教えてくれるわけではないかもしれない。しかしながらコーチ役はいろんなところに潜んでいるわけです。プロフェッショナルのコーチ、人事、そして DI のリーダーだけではない、コーチングをいろんなところから得られることができます。かえしてどこでも得られることができると思っています。そうですね、まさにその DI リーダーシップってなんかこう強く全部分かってるよっていうスタンスではなくて、分からないっていうこととか弱さとかをこう開示していくっていうことが実はすごく心理的安全なチーム作りにつながるよねっていうのは本当にその通りだなと思います。だからこそこうダイバースな職場って実はものすごく難しいことではなくて、こうおはようっていうっていうこととか、分からないときに分かんないって言うとか、それを言って怒られないとか、なんかそういったことの心理的安全の積み重ねの中に、困ったときに困ったとか、実はちょっと困ってるんですっていうときに、まあ、LGBTQ であるとか障害があるとか介護をしてるっていうことも含んで植えるって、そういうようなとこなのかもしれないなっていうふうに思うので、やっぱりその DEI が推進されてる職場って心理的安全だし、誰かだけではなくてみんなが働きやすいっていうのは本当につながるなっていうふうに思います。であと少し話が戻ってしまうんですけど、ヘイデンさんがおっしゃってたその KPI すごく大事だけれども、人の人生が変わること自体が大事だって、そのストーリーが、その1が N 数1が大事だっていうのは本当に共感をしています。特にこうグローバルで見ていった時に、その人の多様性が尊重される地域かっていうと、多様性がそこにもあるじゃないですか。って言った時に、職場が安全であることがその人の人生の安全性につながったり、もしくは社会全体に、企業が変わっていくことが社会全体にすごく大きなインパクトを与えるなというふうに思ってるんですね。だからこそ職場の DEI はその人一人に、チームに、そして社会全体にインパクトを与えるなということを改めて思いました。同感です。 DEI のトピックは主に組織の内部の話だっていうふうに見られがちです。でも武田と他の企業はちょっとそこが違うんです。 DEI のアプローチにおいて、我々はサステナブルソサエティインパクトを戦略の主要の柱と位置づけました。まず我々の仕事は患者のためになるということを世界中において、でもそれプラス我々は影響力のある声だということを保健分野において、その環境において、看護師、研究者、臨床医、医師、クリニック、病院、保険会社、政府と付き合っているわけです。5万人の社員が80カ国でオペレーションやっているんですけれども、その環境を見ると、我々が直接触れているステークホルダーの数というと何百万の単位になるわけです。ですから我々は本当に影響力のある役割をヘルスケアの分野でやっているんだということであれば、我々のインパクトをもっと DEI を通して広くすることができるんです。一企業がジェンダーエクイティを日本においてどうやって変えられるかっていうふうに見ているだけではできることは限られている。むしろ NGO とか政府とかヘルスケアプロバイダー、クリニック、病院、保険会社とパートナーシップを組んだからこそ効果を発揮できているんです。それが私の役割のエキサイティングな部分であります。まずグローバルヘッドっていうことでエキサイティングであるということで、自分たちだけ一つの組織、会社だけでやってるんじゃなくて、パートナーと共同しなくてはならないということ、だからこそ今日のようなセッションはパワフルだと思っています。というのは、2週間以内で おそらくあなたに連絡してこんなことやってるよみたいに深掘りすると思います。そしてあなたにも電話かけて、クライアントからどんなことを学んだとかっていうふうに点と点を線でつなげていくと思います。今日聞いている人たち、視聴者の皆様、自分のアクセスを持っている環境について考えてみると、あなただけではないんですよ。誰とパートナー組めるかということを考えてください。まさにそのダイバーシティってコレクティブインパクトから生まれるっていうのはその通りだなと思っていて、その中で企業重要なセクターである、でそこが連携して、まあ、官民三学で取り組むのって本当に大事から、一人の人が会社を変えるし、会社が変わることが社会を変えるっていう、そういったつながりが今すごく見えたなっていうふうに思います。ちょうどお時間になってきたので、最後に皆様から今日のコメントをいただいておしまいにできればなというふうに思うんですけれども、こう
これすごく記憶に残ったなとか、これ伝えたかったなということも含めて、ぜひ最後にお話をいただければというふうに思っております。では、こういうふうな形で進めさせていただければというふうに思うんですけれども、サラさんからお願いできますか。はい、ありがとうございます。まず4つの行動のヒント、先ほどご紹介いたしました。まず歓迎するということ、安全性を与える、価値を認める、そして尊重するということです。もちろん圧倒されるかもしれません。でもそうある必要はありません。意識を持って行動してください。そしていい会話を重ねていきましょう。行動が何よりも意図を上回るんです。具体的に我々がどういった行動を取るか、それが重要です。それが日々の重要なポイントだと思っております。壊れたレコードのように7回言ったことの繰り返しになりますけれども、自分の振る舞いだということ、自分の行動だということ、どうやって人と付き合うことを選択するか、それは使う言葉であるかもしれないし、あるいは自分がどうやってコネクトするか、誰をミーティングに呼ぶか、どうやってフォローアップするか、誰の意見を求めるか、自分自身の振る舞いに立ち戻ってくるわけです。それこそインクルージョンカルチャーを先導しているし、イノベーションカルチャーを先導しています。でイノベーションとおっしゃいました。どうやったらイノベーション、失礼、また DEI を作るのか、 DEI を歓迎して受け入れる環境をいかに整備したらいいのかということに関連しております。繰り返しになりますが、本当に重要だと思っています。これは単に流行ではありません。世界の大きなトレンドだからこんなことにはなくなる、そういったようなものではありません。もう現実なんです。現実の一部なんです。すべての人口、あらゆる方々が関与し、そして貢献する必要があります。そうでないと今の世界における業界において競争力を維持することはできません。優秀な人材を引きつけ、そしてとどまってもらうということ、そしてそれで優秀な人材が優れた商品サービスを生み出す、それが重要です。で、資本主義的な視点を超えて申し訳なければなりません。先ほどいろんな事例がありました。BSD、ERG の事例が出ました。これまさに社会とつながるチャンスであると思っています。政府とも共闘ができます。そして一緒になってグループとしてどんどん進化できるということだと思います。10年後こういったパネルの必要がなくなっていれば素晴らしいと思うんですよね。もう当然のこととして受けれた調査になりますので、ぜひ座ってほしいと。でもそうでなければ その時点までとにかく会話を重ねなければならないですよね。というか意識を持って行動する必要があると思っております。ありがとうございます。改めまして、この素晴らしいパネルをホストいただいた日産の皆様、ありがとうございます。そして今日ご覧いただいている皆様も含めてですね、みんなでつながっていきながらと、まあ、インクルーシブな会社、そして社会が広がっていくといいなというふうに思いました。今日は改めて本当にどうもありがとうございました。ご登壇いただきました皆様、貴重なお話ありがとうございました。以上をもちまして、日産サステナビリティセミナー2023DEI セッションを終了いたします。なお、日産自動車の YouTube ではサステナビリティにフォーカスしたサーキュラーエコノミーセッションも配信しております。ぜひこちらもご覧ください。ご清聴ありがとうございました。